今回見せていただいてますピアノがヤマハの C3 ですね。ちょっとね、埃もありますし、ピアノをね、移動させる機会もあるので、この、弦の下のね、掃除をどうするか、弦を交換して、響板までね、きれいに、するのがいいのか、いろいろと、見積もりをね、させていただこうと思いますね。こういうふうにね、弦の間とか、弦の下とかは、やはり弦交換した時でないとなかなかね、きれいにできませんので、今回、どうするかというところになりますね。それからこのね、キャッチャースキンの方がちょっと部分的にね、減ってるところがね、この辺のセクションはね、ちょっと減ってますので、減ってるところだけ交換という形でいいのかなと思いますね。あとこの鍵盤の横揺れ、コトコト言うてますね。これ、鍵盤の下にもこういう赤いね、フェルトが貼ってあるんですけど、それがちょっともうクッション性もなくなってコトコト言ってますので、今回動かす機会にですね、鍵盤ブッシングクロスっていうのも交換しておいた方がいいかなと思いますね。こっちももうガタになってますね。交換箇所は、キャッチャースキンと鍵盤ブッシングクロスと、あと弦をどうするかというふうな形で、ちょっと何パターンかお見積もりさせていただけたらいいかなと思いますね。では外装の方も取り付けてみたいと思います。外装の方もね、36歳ぐらいのピアノですので、それなりにちょっと曇ってきてるとか、小傷があったりとかですね。このね、ちょっとこの開きにくいのはね、この奥の、スキンがもうちょっとね、削れちゃって、木の部分をこのバネが擦ってるような感じですのでね、ちょっと硬いような感じですね。うちの中古のピアノの、整備メニューで分解して、これ磨きをかけてね、このヤマハの文字とかもね、ペダルの方とかもピカッとね、顔映るぐらいまで綺麗にできたらいいのかなと思いますね。あと綺麗になったら、この鍵盤の小口ですね、ここがセルロイドですので、これも、もう、多分ね、これいずれこう、反ってきたりする部分ですのでね、この口棒という部分に当たっちゃうと、こう、鍵盤が上がってこなくなったりとかするので、これもこの機会にご提案させていただいてもいいのかなと思いますね。ペダルを2本から3本ペダルに交換するということもできますけどもね、そういうのもちょっとご提案させていただいたらいいかなと思いますね。これ磨き直してね、したら本当に綺麗になるかなと思いますので、なんかちょっと楽しみな感じはしますけどもね、いろいろとご提案させていただこうと思います。で、この、譜面を置くところね、この辺ももうちょっとね、破れたりしておりますので、ここの交換も必要かなと思いますね。では、いろいろと見積もりさせていただこうと思います。